い、どうも走れおいチャンネルです。今日はですね、少し雑談ということでお話をさせてもらいます。ちょっとですね、コメント欄とか DM とかをたくさんもらっていまして、ちょっと読んでましたら、あの試合で緊張しない方法を教えてくださいっていうことでリクエストいただきました。で、これは、ちょっと外で撮れるもんじゃないかなと思って、今日は室内でずっと撮ろうと思います。まずですね、自分が緊張しない方法、緊張をなくす方法でいいんですかね、ちょっと紹介していこうと思います。やっぱり緊張っていうのは、自分の好きな滝井壮さんが言ってたんですけど、緊張っていうのは不安から生まれるそうです。で、その不安っていうのは、例えばできるかなとか大丈夫かなっていう、その不安から緊張っていうのは来るらしいんですけど、まずはその不安を取ることが、一番の解決方法だと話していました。で、不安をなくすためにどうすればいいかっていうと、滝井壮さんの場合は、その例えば試合がありますよね。その試合があって、そこまでの期間があると思います。で、この期間のうちに、その不安を取り除くぐらいの練習をすると話していましたね。そこの例えば、試合直前の何かをしてその不安がなくなるんじゃなくて、そこまでの自分のやってきたことが自信につながって不安がなくなると、イコール緊張しないという感じで話していました。で、これもですね、自分少し高校の時に、それを調べてて思ったんですけど、やっぱり試合で緊張してしまうっていうのは自分に自信がない時なんですよね。例えば、大会とかで自分が守備についてて緊張してしまう、で足が止まってしまうっていう場合は、自分に自信がないからじゃないかなと自分は思っています。その自信をつけるにはどうすればいいかっていうと、その大会でですね、自分が自信を持ってプレーをできるほどの練習を行うっていうことが一番早いかなと思います。例えば練習をしないで、試合に行ったとします。そうなるとやっぱり練習してなかった分、その分自分に自信がないと思うんで、そうするとやっぱり、自分の思った通りのプレーもできませんし、緊張してしまって足が止まってしまったりとか、硬くなってしまったりとか起こると思うので、緊張しない方法ですね。まず緊張しない方法としましては、自分に自信をつけるぐらいの練習をするということをお勧めします。具体的にどんなことをするかっていうとですね、自分が昔やってたのは、その練習の中でプレッシャーをかけるっていうのをやってました。例えばノックとか受けるときに、ただ普通にノックを受けるんじゃなくて、もちろん普通にノックを受けるのもいいんですけど、その中で例えば試合の9回を想定するとか、足の速いバッターを想定するとか、9回の2アウトランナー3塁を想定するとか、あえて自分の中でこのプレッシャーをかけて、イメージをしてノックを受けるっていうのをやっていました。例えば、足が入らないの場合は一発で持ち帰って投げないといけませんし、9回の2アウト2塁とか3塁の場合は、ファンブルとかエラーをしてしまうと点が入ってしまうという状況で、あえてそういう感じで自分にプレッシャーをかけてノックをしていました。で、バッティング練習の時も、フリーバッティングとか自主練で行っている時は、例えば9回の2アウト2塁を想定して、そこで1本出せるかっていうのとか、2アウト満塁で、しっかりと芯で捉えてライナーでヒットを打てるかっていう練習もしていました。そんな感じで練習からこうプレッシャーかけていくと、例えば2アウト2塁のバッティングのケースとか、さっき言った守備のケースとかも、その大会とか試合で実際にその場面にあった時にあんまり緊張せずですね、練習でやったから大丈夫だろうなとか、この前やったからなっていう、この感じの自信がついてます。で、それで気楽にこう打席に入れたりとか守備につけたりしています。で、その練習でプレッシャーをかけた分ですね、試合は正直遊び感覚でいいと思います。もちろん練習は一生懸命やるんですけど、その中で本気で練習をやって、大会とか試合の場合は遊び感覚で、そんな感じの気持ちでいいと思います。逆にこう試合だからしっかりやろうと思ってしまうと逆に硬くなってしまうので、練習でもうプレッシャーをかけまくっといて、大会とか試合では本当に気楽に、自信を持ってプレーするということがいいと思います。遊び感覚っていうのは、視野は広くなりますし、練習でしっかり、丁寧にやっていけば、その試合でもそんないきなりこう雑なプレーでは出ないと思うので、気楽にやるといいと思います。そして勘違いしてほしくないのは、練習の時はふざけないことですね。しっかりと丁寧に真剣にボールを取る、ボールを打つを行って、もう自分にプレッシャーをかけてかけまくると。で、大会とか試合では本当にそれを、自信にして伸び伸びとプレーすることをお勧めします。これは、似たような動画をですね、昔っていうか半年ぐらい前に受験生に向けた動画ということで出したんですけど、それに似てますね。面接の時の、対処法ということで、自分に自信をつけて、本番では伸び伸びと発揮するっていうのをやってみるといいと思います。で、これから中学生高校生の方は夏の大会、最後の大会が待っていますので、そこに向けて、この動画を見てですね、少しでも皆さんのプラスになればいいかなと思いました。で、緊張しない方法は、今からあと2ヶ月とかあると思うんですけど、
その一日一日大切にやって、まあ、一球一球丁寧にやって、自信をつけて大会では楽しむ感じで、本当にお祭りぐらいの感じでいいかなと思っています。そんな感じで皆さんも頑張ってください。はい、というわけで今日は、リクエストいただきました緊張しない方法、まあ、自分なりに解説してみました。夏の大会皆さん頑張って、自信を持ってプレイしてください。それでは今日の動画は以上となります。チャンネル登録、ツイッター、いいねよろしくお願いします。そしてこの動画のグッドボタンもよろしくお願いします。ではアーリアスタ、アーリアスタ、とどまることを知らない、とどまることを知らない、とどまることを知らない。チャンネル登録お願いします。